ジーン・バティスト・レ・シャナール・とデ・ラ・ツアー。ジャン・バティスト・レ・シェノード・ラ・トゥールは、フランスの植物学者、鳥類学者である、シャローン・シュル・ソーヌに生まれた。ディジョンのハンジであった父親の死の後、1798年にパリに出た。1800年から1803年まで行われた、ニコラ・ボーダンが指揮するオーストラリア沿岸を調査する、探検隊の植物学者に選ばれた。 1801年と1802年に多くの植物を集めたが、ボーダンは庭師出身の少年、アントワーヌ・ギチャノと比較してその働きを低く評価していた。1803年4月に病気のためティモールで帰国する探検艦隊から離れ、その後の3年間はジャワ島で過ごし、ジャワ島の植物を調査した。それまでジャワ島の植物は、 カールツンベルクが短期間を訪れて調査しただけで、レシノーによって初めて本格的な調査が行われた。1807年7月に植物と多くの鳥類の標本を持って帰国した。鳥類の標本については動物学者のジョルジュ・キュビエが研究した。ナポレオン戦争が終わった後、1816年5月に植物収集のためにインドに渡り、 インド東海岸のポンディシェリに植物園を開いた。イギリスの許可を得て、マドラス、ベンガル、セイロンを旅し、多くの有用植物や種子を栽培試験のために、レユニオン島に送った。それらの中には2種の砂糖キビや6種の綿花などがあった。1822年に、フランスに帰国し、レジオンドヌール勲章を受訓した。帰国後間もなく、南米に渡り、ブラジル、 スリナム、フランス領ギアナを旅し、カイエンヌに茶の栽培を導入した。病気のため8ヶ月の滞在で帰国せねばならなかった。レシェノー自身の著作は少ないが、収集した植物は、その後、エメ・ボンプラン、ルネ・デフォンテーヌ、アントワーヌ・ローランド受・受ュジャック・ジュリアン・ラ・ビアル・ディエル、エティエンヌ・ピエール・ベンテナラによって研究された。オーメダイチドリなど多くの鳥類の種に、懸命されている。 草とべベラ科の植物の俗名、レケナウルティアもレシェノーに懸命された。レッシュは、植物の学名で命名者を示す場合にジャンバティスト、レシェノード・ラトゥールを示すのに使われる。ありがとうございます。